はい、こんにちは。コーチカウンセラーのまーちゃんです。めちゃくちゃ落ち込む時ってありますよね。めっちゃ落ち込むわ。でもため息ばっかりついてる時、はぁ、誰かの言葉に傷ついた、あるいは誰かを自分の言葉で傷つけてしまった、深い大失恋をしてしまった、大失敗やらかしてしまった、会社にめっちゃ迷惑かけた、めっちゃ上司に怒られた、はぁ、しばらくこの状態が続く。しんどいですね。しんどいです。で、そんな時の対処法、脱出法じゃなくてね、対処法を、4つだけちょっとご紹介してみたいなっていうふうに思うんですね。で、まず1つ目はですね、ベタですけど、運動です。体を動かすこと。まあ、結局これが最強なんですよね。なんで体を動かすことがそんなにいいのかっていうと、やっぱりね、プラスのホルモンがたくさん分泌されるからなんですね。例えばセロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、エンドルフィン、テストステロンとかね、もうそういうこうたくさんプラスのホルモンが分泌されます。で、中でもそうですね、太陽の光をたくさん浴びるとセロトニンというホルモンがたくさん分泌されるんですね。で、セロトニンってどういう役割を果たしているかっていうと、そのメンタルの状態、精神状態、普通ね、まあ、メンタルの状態って、まあ、結構上がったり下がったり上がったりするじゃないですか。もうめっちゃテンション高い時とめっちゃテンション低い時と、こう人間って、まあ、波があるんですけど、その波をある程度調整してバランスを取ってくれている、そういう調整する役割を持つホルモンなんです。なので、落ち込んだ時っていうのは副交感神経を優位に働かせてメンタルの状態をちょっとこう上向きに調整してくれる、そんなホルモンなので、ぜひね、運動をたくさんやってみてください。運動って、まあそうですね、1日30分程度軽い運動、有酸素運動とか、まあ、筋トレでもいいですよ。体しっかり動かすことによって、ものすごくメンタルが整えられます。2つ目は、皆さん音楽って結構聞くと思うんですけど、どんな音楽聞きます？落ち込んだ時って、まあ、どうしても元気出したいと思うから、ポップで明るい曲がいいかな、元気な曲を聴いた方がいいかなっていう風に皆さん思われるかもしれませんけど、そんなことないです。逆なんですね、実はね。どっちかっていうとバラード聴いてください。暗い目の曲、もうとことん暗い曲でもいいぐらい、まあその時のメンタルの状態によりますけど、人間は自分と共通の要素を持っているものに強く惹かれるっていう特性があるんですね。なので自分の気分、今の気分の状態と同じようなテンションの曲を聴くことで精神を安定させるっていうことが分かっています。なのでね、落ち込んでる時に明るい元気な曲を聴くと、逆に落ち込む、逆にしんどくなるっていうパターンの方が結構多いかなっていうふうにも思ったりしますね。僕はね、落ち込んだ時は大体あれ聞きますね。Shape of My Heart、 レオンのスティングのね、 Shape of My Heart って、レオンの曲、主題曲、テン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 、もう聞いてたら、あ、俺って落ち込んでるわ、いいわっていう感じになりますね。ちょっとこう精神バランスが落ち着いてきますね。知らない方はごめんなさい。3つ目はですね、今ちょっと言いましたけど、俺って落ち込んでるわ、これなんです。今の精神状態を受け入れることっていうのが大事かなというふうに思っています。落ち込むことはいけないことだ。落ち込んだらみんなに迷惑もかけるし、周りの人心配もかけるし、やっぱり元気出さなきゃって言ってね、自分のこうあるべき姿っていうのを想像して、でそこに持っていこう持っていこうっていう風にして自分を縛りつけてしまうんですよね。でその擦り込みを外すことっていうのが大事かなっていう風に思っています。よく眠れない時って、あ、寝れへんわって、寝たいと思えば思うほど眠れないっていう時ってあるじゃないですか。でそんな時にはもう寝なくていいやって開き直るんですよ。ほんなら割と寝れたりするんです。まあ、それと一緒で、落ち込むなら落ち込んでもいいや、落ち込むしゃあないやんって開き直るというか、そのまま許可受け入れること受容するってことなんですね。だってしんどいのしゃあないじゃないですか。辛いことあったら辛い当たり前じゃないですか。それが人間ってもんなんですよ。もうそのまんま受け入れる、声に出して言ってみたらいいです。そりゃあんなことあったんやから落ち込むの当たり前でしょ。僕落ち込んでますけど何か、鏡に向かって自分に囁いてみてください。人はなぜ落ち込むのかっていうと、実は落ち込みたいんですよ。今落ち込みたい気分やから落ち込んでるんですよ。
上司の言葉に傷ついたり、まあ、恋愛し失恋したり失敗したり、それは確かに落ち込むきっかけになったかもしれません。でも今僕の状態っていうのは落ち込みたい状態、元気がない状態を維持したい、だから落ち込んでるってね。自分の潜在意識、本心のところではそういう状態だから落ち込むことを選択してるんですよね。なのでその本心に逆らっちゃダメなんです。これも同質性の法則、同質性の原理に従うっていう方がメンタルを安定させることにつながります。そして4つ目いきますね。4つ目は今の気持ち、今のその自分の気持ちを書き出してみるってこと。これ大事ですね。落ち込んでる気持ち、なんで落ち込んでるんですか？何が傷ついちゃったの？誰か責めたい気持ちがあるんでしょうか？本当にあなたの気持ちを今苦しめてるものは何なんですか？こうしたことを全部、その気持ちを書き出してみてください。ブログでもいいですよ、打ち込むんでもいいですよ、日記でもいいし、ノートでもいいし、 SNS で発信するのもいいでしょう。とにかく表現するんです、書き出すんです。もしかして書くことが苦手だからそれ無理無理って思ってません？そんなことないはずです。落ち込んでる人は頭の中でいろんなこと考えてるはずです。いろんなこと言葉にして、いろんなことをこうもんもんとこう考えてるはずなんです。それっていろんなことを考えてる人って書けるんです。意外と書き出してみたらスラスラと書けてくるはずです。うまく書く必要なんて全然ない。そのままを表現してみてください。今の気持ち、今の自分の気持ちを吐露してみてください。これって全部今の自分の気持ちに寄り添ってるってことなんですよ。もうまさに同質性の原理なんです。これ落ち込んじゃいけない、落ち込まないために何々しよう、これは自分の気持ちを否定しようとしてるってこと。それってね、逆に違和感なんです。望んでいることに逆らっているのでもっとしんどくなるんです。だから今の感情に合わせてあげることっていうのが大事。じゃあまとめますね。一つ目は運動をしっかりやりましょう。二つ目はバラードを聴きましょう。三つ目は落ち込んでやるって、自分に落ち込んでもいいんだって自分にコミットメントすること。そして4つ目は今の自分の気持ちを表現する、書き出してみるってことです。大丈夫、そのまんま表現すれば大丈夫。このチャンネルでは心の健康や幸せな人生にするために役立つ心理学、そしてキャンプをツールとしたコーチング、自己発見などのさまざまな情報をご紹介しています。よかったら説明欄のリンクもポチッとしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。